はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も石破政権を叩いていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ石破政権というよりも政界再編の動きというものが活発になってきていますよね。まあ国民民主党なんですけれども、どっちにつくのかと、野田につくのか石破につくのかみたいな感じなんですが、まあ相変わらずね、のらりくらりとして言いたいことを言って、どっちにつこうかなというふうなことで注目を集めて気持ちよくなってますよみたいな。で、結局政策はこれから皆さんと一緒に考えていきます、協力して何とかしていきますみたいなことを言ってるけれども、中身自体はね、全く前に進んでないんです。まあ表上はというふうに注釈をつけたいんですよ。裏ではいろんな動きはしてると思うんですが、私たちの見えてるところではね、のらりくらりとして注目を集めて気分よくなってるんじゃないのかなとしか思えないわけですよ。結局さ、国民民主党の動き一つで本当に政界再編になると思うんですよ。下手したら政権交代するかもしれないようなポジションにいながら、なんとなくその匂わせて匂わせて匂わせて、のらりくらりとしながらみたいなねことをやってる国民民主党、玉木さん、まあそうなるだろうなとは僕もね思ってたんです。結局どっちにつくとかではなくて、政策ごとに協議して協力できるところは協力していきますというね、今まで通りの国民民主党ですよ。去年でしたっけ、去年の通常国会でしたっけ、予算案に賛成したわけですよね。これも野党じゃなくて自民党じゃねえかというふうに批判されたのが、確かね去年の通常国会だったと思うんです。確かそうだったと思うんですよ。だからどっちつかずの国民民主党がずっとね底辺だったんですけれども、今回手取りを増やすということで一気に支持を集めて28議席になりました。まあここまではいいでしょう。で、手取りを増やす政策っていろいろ実は国民民主党も言ってるんですが、まあ目玉政策ということで年収の壁問題ですよね。103万の壁、130万の壁というものをスライドさせて、178万円でしたっけ、そこまでスライドさせましょうといった話なんです。それは僕も非常にいいと思うし大賛成なんですけれども、これについて野田とかあの萩生田とかがイチャモンつけてるわけですよね。何を言ってるんだと、まあ、萩生田とかイラッとするんですが、こんなことを言ってるわけですよ。これツイッターなんですけれども、萩生田光一の事務所のツイッターですね。103万円の壁が注目されていますが、年収が下がる本当の壁は106万円と、大企業で働く場合で130万円は中小で働く場合ですね。だから結局政調会長の令和5年1月30日に予算委員会でこのことについて質疑しましたと。だから国民民主党が言い出したわけではありません。私は106万と130万の壁は令和5年度に国会質疑していますんで、私の方が先ですよというねマウントを取ってるわけですけど、あなたはさ、自民党の政調会長とか役職についておきながらこういう質疑をするのは構いませんよ。じゃあ何か変わったんですかと。令和5年度から1年以上経っているけれども変わってないじゃないですかと。その点についてあなたどう思うんですかというふうに僕は思うんです。これ野党が言うならまだしもね、あんた与党の中心人物でしょこの頃は。のにもかかわらずね、何も変えられなかった、ただ質疑したことを自慢して、玉木さんよりも私の方が指摘するのは早かったですよなんてマウント取るところあたりがね、やっぱ萩生田ってクソなんだなというふうに思うんです。でね、立憲民主党の野田は野田でまたこれマウント取るわけですよ。本当に苦しいのは、要は社会保険料天引きされますよね。本当に苦しいのは103万円ではなくて130万円の壁の人の方が社会保険料多く引かれて苦しいんだと。本来ならば130万円の人のことを考えた方がいいんじゃないか的なことを言うわけですよ。これ今月の頭ぐらいに言ってるんですけれども、これもどうかと思いません。103万であろうが130万であろうが、その層にいる人たちって大して変わんないわけですよ。年収103万円の人、年収130万円の人、その人たちの生活が変わるんですかって言ったらほとんど変わんないんですよね。のにもかかわらずですよ、いやいや103万円よりも130万円の人たちの方が苦しいな、だからそこを中心に議論しないといけないんだっていう、ものすごいちっちゃいミジンコ理論ですよね。いやいやそうじゃないですよと、そこも含めてスライドさせましょうよ、させたらいいじゃないですか、そういう議論しましょうよというふうに玉木さん言ってるわけですよね。のにもかかわらずね、こんなちっちゃいこと言うわけです。あいつらやっぱバカなんですよね、立憲民主党の野田を中心にしたやつら。103万よりも130万って
何が変わるんですかと、生活してるこっちは何にも変わりませんよと。例えば自分が300万円もらってました、隣の家が330万円もらってました、何か生活変わるんですか。ほとんど一緒だと思うんですよね。何もかかわらずこういうことをね、イケシャーシャーと言って、自分たちはこういった考えで真っ当な政策を訴えていますよみたいなマウント取ってアピールするわけですけど、たかが103万130万のそんなミジンコ理論を言ったって、そこをなんとかしたって日本の経済って良くならないんですよと。大胆なことをやっていって、経済をぐっと成長させた後でそういうことを考えていくべきなんじゃないんですかという、まあこれ国民民主党山本太郎さんも同じようなことを言ってるんですが、まずは経済をぐっと伸ばすということが大事なわけですよね。だからやっぱ立憲野田とかには期待できないなと改めて思うし、そらそうですよね。議席を5、60議席伸ばしたって言ってもさ、比例票6万票ですよ、伸びたの6万ですよ、たったの。令和新選組380万取って、160万票ぐらい増えたんですかね。立憲6万ですよ。でちなみにこの6万がどれぐらいクソかというと、みんなで作る党の比例票ですよ、2万票なんですよ。みんなで作る党ですら2万ですよ。で立憲民主党あれだけ議席を取って6万ですよ。でもう一回言いますけど、令和新選組は百何十万票上積みで、国民民主党300万票ぐらい上積みしてるわけですよ。だから比例でいかに票を落としてるかというところは、立憲民主党を推してる国民が非常に少ないというか増えなかったということですよね。選挙区で上がってるので鼻つまんで立憲民主党しかないから立憲民主党入れようねと、立憲民主党頑張れではないということが数字でも出てるんですよね。まあ、そういうことなんじゃないんですか。こういうミジンコ理論でさ、103万とか130万とか、いやいや実は103万の壁とか言ってますけれども、本当に苦しいのは106万からですよみたいな、萩生田事務所ですよね。そんなこと言ってる時点で日本の経済は良くなりませんよと。何を言ってるんですかと。だからこういうことをね思うと、山本太郎さんってすごいよなと思って、あんだけケチョンケチョンに言ってるんですよ。自民党も立憲民主党も、まあ、野党全体にケチョンケチョンに言ってるけれども、ある政策を前に進めるのであれば手を組むのも、まあ、ありっちゃありですよねみたいな態度取ってますよね。もし立憲民主党が消費税 5% 減税にって言ったらさ、令和新選組鼻つまんでも手を組むと思うんですよ。おそらくね、そのことに関して言えば手を組むと思うんですよ。でもね、立憲民主党って立憲民主党だけですかね、消費税減税を表立って言ってないのは。消費税減税を反対して給付金税額控除みたいな、一人だけ立憲カラーを出したわけですよね。そのせいでどの党もこういう事態の時に手を組めなくなったわけですよ。だからね、自分たちのカラーを出しすぎて裸の王様みたいになってるわけです。誰も手を貸してくれないわけですよね。ここもまず失敗だと思うし、まあ消費税減税で手を組むかどうか分かんない、他の党がね。だってエネルギー政策とか外交政策とか、やっぱり立憲民主党ちょっと横に出てますから。だからそういうことを考えたら、手を簡単に組めるか組めないかって言ったら組めない部分はあると思うんですけど、消費税減税についてはね、概ねみんな手を組めたと思うんです。だからあんだけ令和新選組山本代表がケチョンケチョンに言いながらも、やっぱ大事なワンイシューを通すためには手を組める、その姿勢は非常にね尊いと思うんですよ。それに比べて国民民主党はいろんなこと言ってる、俺は悪いとは思わないけれども、なんだかんだ言って手を組まないじゃないですか。手を組まないということは政策は前に進まないわけですよね。だから私たちは正しいんだ、国民の信を受けたんだ、今私たちが中心的キーマンになってるんだ、イエーイとは言ってるけれども、誰とも手を組まないということは政策は前に進まないし、そんなことをやってると、今度はね、国民民主党が大きく議席を伸ばして政権取れるかという時に、誰も手を貸してくれないことになりかねないわけですよね。そういうことも含めて、やっぱり玉木さんにはね、もう一歩前に進んだ議論をね、政策の議論をやっていただきたいなというふうに思っています。はい、ここで皆様に2点お願いがございます。ぜひ動画を最後までご覧いただきたいなというふうに思っています。早速本題からいくんですけれども、2点目のうちの1点目ですね、 YouTube のチャンネルメンバーシップの登録、月額490円からとなっているんですけれども、そちらの方をね登録していただきたいなというふうに思ってるんです。まあ YouTube のチャンネルメンバーシップに登録して何かメリットがあるんですかと言われたら、ちょっと心苦しいんです。そんなにメリットは正直言ってないと思うんです。あなたに対して何か与えられるものはないのかなと思うんですけれども、とにかくね、伊達和則を応援したい、伊達のファンだよという方が
いらっしゃいましたら、チャンネルメンバーシップ月額490円ですので、ぜひご協力お願いしたいなというふうに思っています。で、2つ目なんですけれども、いやいやいや、伊達和則を直接支援したいよという方がいらっしゃるかもしれないんですね。そういう方がいらっしゃいましたら、銀行振込でのご協力ご支援も受けたまわっております。銀行はみずほ銀行になります。で、口座情報は概要欄の方に載せていますので、そちらの方を、ね、ご覧いただいて、手続きの方を進めていただけたらいいかなというふうに思います。まあ、僕としては直接支援がありがたいんですけれどもね、 YouTube のチャンネルメンバーシップとかスーパーチャットになると、 YouTube がごっそり手数料を持っていっちゃうんですよ。だから私に入ってくるお金というのは非常に少なくなるんですよね。それに比べて銀行振込だと、そのまんま私の活動費とかね、機材購入費とか、まあ、そういうものに充てられるので、できればね、直接支援の方がいいんですけれども、まあ、直接支援でもいいし、 YouTube チャンネルメンバーシップでファンになる伊達和則を応援するという方法でも構いませんので、ぜひご協力していただき、ご支援していただきたいなというふうに思っています。ということで、本日は2点皆様にお願いでした。以上です。ありがとうございました。